麗な体操を世界に見せてもらいましょう。いいですね。そしてコールマンですね。次はしっかり取りました。移行もスムーズ。ダダから1回半入り大阪手です。この体のラインの美しさ、駆動と受けする鉄棒という評価もあります。そうですね。おっと、カレミスター珍しい足の開き、ひねり技の連続から、さあフィニッシュまとめてほしい。あ、着地を取りに行きました。伸身の月面です。予選では2回ひねったんですかね、はい、着地を大事にしてきましたね。それだけに中のちょっとバランス崩したところももったいなかったですね。足が開かない、ぴったりとついてます。手放し技、いわゆる離れ技はしっかりと難なくこなしていきました。全く足が離れません。